佐藤健二は奈良県出身の元バスケットボール選手、指導者。180センチメートル、77キログラム、川崎ブレイブサンダース所属。大瀬中、洛南高、青山学院大学を経て東芝に入社。大瀬中学時代は、そのプレーぶりから奈良のマイケル・ジョーダンと呼ばれていた。大学4年のトーナメントで優勝した際に、山田哲也は苦しい時に、 佐藤が引っ張ってくれてやっぱりマイケル・ジョーダンですよ。とコメントしている。大学時代は同学年で同性の佐藤としひろとポジション争いをすることになる。二人同時にプレーする際は佐藤が一番、佐藤が二番のポジションとなることが多かった。中学、高校、大学ともに首相を務める。東芝では2006から07より首相を務めた。2011年引退。 引退後は、アシスタントコーチを務める。2019年5月、東芝の後継のプロバスケットボールチーム、川崎ブレイブサンダースのヘッドコーチに昇格。ありがとうございます。